ジンスハイム自動車技術博物館はドイツ連邦共和国のバーデンビュルテンベルク州ジンスハイム市にある技術博物館。日本語ではジンスハイム自動車技術博物館のほか、ジンスハイム自動車技術博物館、ジンスハイム交通技術博物館などの表記も見られる。ジンスハイム自動車技術博物館は1981年に開設された技術博物館で、 ジンスハイム自動車技術博物館協会によって運営されている。1991年には、文館としてのシュパイアー技術博物館がラインラントプファルツ州のシュパイアー市に開設された。2004年の時点で、約3000点の展示品を所蔵し、屋内、屋外合わせて5万平方メートルの展示スペースを有する。自動車技術博物館という名称ではあるが、 航空機や戦車、走行戦闘車両のコレクションも充実している。超音速旅客機として知られるコンコルド、ソ連版コンコルドと呼ばれた、スポレフツマイナス -144 が2機並んで地上数10メートルの高さに展示されており、中に入って見学することが可能で、来場者に人気を博している。また、IMAX3D シアターが併設されている。入場者数は、 年間約100万人以上で、ヨーロッパで最も大きな私有博物館の一つである。また、基本的に年中無休である。コンコルドは2003年に、エール・フランス社から寄贈されたもので、2001年から展示されているツポレフツ -144 と並んで展示されている。この2機が一緒に展示されているのは、世界でもジンスハイム自動車技術博物館のみである。 いずれの機体も中に入って見学できる。このほか、内部を見学できる航空機としては、ユンカースジュマイナス52、カナディア CL-215、ダグラス DC-3、スポレフツマイナス134が展示されている。ありがとうございます。